その飛行機はスターフライヤー羽田東京国際空港行き76便でございます。なおこの便は ANA 4876便との共同運航便でございます。手荷物は座席上の物入れまたは前の座席の下などしっかり固定される場所にお入れください。壊れやすいもの、水漏れの恐れのあるものは前の座席の下にお入れください。また非常口付近や通路の手荷物は必ず座席上の物入れにお入れください。ペットボトルなど液体の入ったものは上空に回りますと気圧の変化の影響で水漏れをすることがございます。液体類は上の収納棚にお入れにならず、シートポケットや前の座席の下にご収納をお願いいたします。ドアが閉まりましたら、携帯電話を含む全ての電子機器類は通信用の電波を発する状態ではご使用になれません。ドアが閉まるまでに電波を発信しない設定に切り替えるか、電源をお切りください。もう Bluetooth などによる機器同士の接続は常にご使用になれます。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。座席にお座りになりましたらシートベルトをお締めください。またスターフライヤーでは空港および航空機内において新型コロナウイルス感染拡大防止またお客様同士のご不安解消のためマスクなど鼻と口を覆うものをご着用いただくようお願いしております。なお理由なくマスクなどを着用されないお客様並びに発熱など体調が優れないお客様についてはご搭乗をお断りする場合がございます。またマスク着用の際には鼻と口を覆いご着用いただきますようお願いいたします。またマスクなどの着用が難しい理由があるお客様は客室乗務員にお知らせください。感染拡大防止に向けて皆様のご理解とご協力をお願いいたします。皆様、ただいまから手荷物の収納状況を確認いたします。手荷物はしっかり固定される場所にお入れください。回線済みのペットボトル、水筒、缶コーヒーなど液体の入ったものは上空に回りますと気圧の変化の影響を受け水漏れをすることがございます。液体類はシートポケットや前の座席の下にご収納をお願いいたします。皆様、ただいま飛行機のドアが閉まりました。これより先は携帯電話などの電波を発信する電子機器類は電波を発信しない設定に切り替えるか電源をお切りください。また座席にお座りになりシートベルトをお締めください。業務連絡です。乗務員はドアモードをアームドに変更してください。皆様、おはようございます。今日もスターフライヤー羽田東京国際空港行き76便をご利用いただきましてありがとうございます。なおこの便は ANA 3876便との共同運航便でございます。飛行時間は離陸後1時間10分を予定しております。シートベルトはしっかりお締めください。客室内は通路、化粧室を含め全席禁煙です。なお加熱式タバコ、電子タバコは機内での喫煙並びに充電が禁止されております。携帯電話などの電波を発信する電子機器類は電波を発信しない設定に切り替えるか電源をお切りください。なお Bluetooth などによる機器同士の接続は常にご使用になれます。ご一緒いたしますこの便の機長は松本、私はパーサーの高峰と申します。お用の際にはご遠慮なく乗務員に声をおかけください。スターフライヤーでは皆様に安心してお過ごしいただくため乗務員はマスクと手袋を着用いたします。お客様におかれましてもご自身のマスクの着用、手洗いや咳エチケット、近い距離、大きな声でのお話を控えていただくなど感染予防対策へのご理解とご協力をお願いいたします。またマスク着用の際には鼻と口を覆いご着用いただきますようお願いいたします。ただいまからこの飛行機の非常用設備についてご案内いたします。テレビモニターをご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。本日、空の安全と皆様をお守りするため参りました。ターフライヤーマン。これから空の守護神として皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう、機内の説、空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますので、ご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込み、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていてもお座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるよう、離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。機内は通路を含め全席禁煙です。もちろん化粧室も禁煙です。機内火災の予防にご協力ください。電子機器の発する電波が安全運航に支障をきたす恐れがあります。携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの電波を発信する電子機器は、電源をお切りいただくか電波の出ない設定に切り替えてください。酸素マスクは必要な時に降りてきます。マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引き、長さを調節します。大人がまず着用し、その後お子様にもマスクをつけてください。緊急の場合は衝撃に備える姿勢をとってください。この飛行機には前方、中央、後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。非常口には脱出用スライドがついています。脱出の際にはハイヒールは脱いで、手荷物は一切持たないでください。両腕を前に伸ばして上体を起こしてスライドを滑り降りてください。援助する場合はスライドの横に立ち、体を引き起こしてください。滑り降りた後は速やかに飛行機から離れてください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から救命胴衣を取り出し、紐がついている方を下にして頭からかぶります。前の留め具を差し込み、紐を引いてしっかり締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引き、救命胴衣を膨らませます。膨らみが足りない時は両側のゴム管から息を吹き込んでください。小さなお子様の救命胴衣は客室乗務員がお持ちします。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーマン、または客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。ご案内いたします。機内に酸素が必要な場合は酸素マスクが置いてきます。ご自身のマスクを外し、酸素マスクを着用してください。ご不明な点は乗務員にお知らせください。様、この先、リクライニング、フットレスト、テーブルがご使用になれます。なお、座席の背を倒しになる際には、ゆっくりと倒しになるなど、後ろの方へのご配慮をお願いいたします。引き続き、シートベルトはしっかりお締めください。定期長の松本よりご挨拶申し上げます。本日はスタンプラインをお寄せくださいまして誠にありがとうございます。コメント機は現在2000湾の上空を順調に移動しています。こちらの皆様の左側には名古屋の市街地をご覧いただけます。本日この先工場の天候ですが、本命予報でおすすめします。曜日、気温は9度と報じられております。まもなく皆様の左手に富士山の山頂がご覧いただけます。上空からの景色をどうぞお楽しみください。お求めで飲み物をご希望のお客様や機内販売商品をお求めのお客様、ご遠慮なく乗務員にお知らせください。京国際空港に着陸いたしました。安全のためベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めのままお座席にてご支度ください。また上の物入れを開けた際に中の手荷物が滑り出ることもありますのでお気をつけください。上の物入れにはお土産袋などよく似た手荷物がございます。中身をご確認の上、お取り間違いには十分ご注意ください。これより通信用の電波を発信する電子機器類もご使用になれます。また、お降りの際には、携帯電話やタブレット端末、貴重品などもお忘れになりませぬよう、シートポケットの中や座席の周りをよくお確かめください。皆様、今日もスターフライヤーと ANA の共同運航便をご利用いただきましてありがとうございました。暦の上では春を迎えておりますが、寒暖差の激しい毎日が続いております。皆様におかれましてもご自愛の上、健やかな週末をお過ごしください。また皆様とお会いできますことを社員一同心よりお待ち申し上げております。今日のご搭乗誠にありがとうございました。皆様、この飛行機は羽田空港第1ターミナル1番ゲートに到着いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今日は皆様には3段階に分かれてターミナルへとお進みいただきます。前方のドアが開きましたら、まずはじめに1列目から9列目、次に10列目から18列目、最後に19列目以降にお座りのお客様を順にご案内させていただきます。またシートベルト着用サインが消えましても、10列目以降にお座りのお客様は次にご案内いたしますので、手荷物は取り出さずお座りのままでお待ちください。ご協力をお願いいたします。